絶対に再放送できない子供向け作品参戦。1、ゲゲの鬼太郎に登場する妖怪。ポは3本の生殖器から炎、光線、風を発射させ、鬼太郎を追い込む最強の敵として登場。最終的には、それ、人呼んで三連邦噴射だと叫びながら空を飛び、どこかへ帰っていったものの、このあまりにもストレートすぎる名前のため、地上波で登場することはなかったが、5期でついにテレビデビュー。しかし名前はポに変更され、本名を名乗ることは不可能な模様。2、ウルトラセブンに登場するスペル星人。制作者側は一切差別的発想で作っていないと公言していたが、被爆者を怪獣扱いしていると捉えられたスペル星人は、クレーム後封印され、ビデオや DVD で視聴することはできないようになっています。3、天才バカボンの最終回。原作では、バカボンがはじめちゃんを刺すという衝撃的な内容の最終回を掲載したところ、大問題となり、単行本には掲載されず、現在も閲覧することは不可能なようです。